武蔵、待ちかねたよ。約束通り、君に最高の死を送ろう。少子、生きて帰るつもりならなぜ鞘を捨てた。幼稚な挑発、必死だね。必死だよ。跳ねるかい、そこで。綺麗に捕らえたよ。ツバメ返し。小次郎破れたり。宮本武蔵は京から秀頼を無事に逃がした。その翌年、約定通り武蔵は小次郎と巌流島にて果たし合い、ついに小次郎を倒す。その後、徳川と豊臣の対立はいよいよ激化。秀頼と凶楽の動乱で知り合った真田幸村に壊れ、武蔵は大阪城に入る。これに対し家康率いる徳川軍が大阪城に攻め寄せ、これを包囲。圧倒的な敗勢の中、豊臣家の存亡をかけた戦いが始まろうとしていた。確かに一歩前に進んだぜ。掴んでやる人を生かす剣を。第4話、大阪の陣。剣の道、極めてやるぜ。今日この日に戦国を終焉させ、太平の世を築く。この戦で戦乱の時代は終わるのだな。剣士の敵を片付け、外に追いかける。して参る。援軍進め。最初の敵を取るのだ。来るか。いざ尋常に勝負。敵将討ち取ったり。さすがだな。私は尋常のため戦った。何のために戦っているのだ。いざ尋常に勝負。敵将討ち取ったり。噂通り見事な剣さばき。真田丸や、あんたの友兼次が頑張ってっが、幸村、この戦真田丸を落とさんと勝てねえぜ。武蔵、兼次殿を撃つ。敵将撃ち取ったり。見事だ。放て。何のこれしき。剣士を砲撃する。準備せよ。その前に大筒を破壊するまで。いざと参ります。武蔵、しかし感謝する。それが義だろう。それにあんたといりゃ人を生かすと見えてきそうなんだね。もはや大阪城は落城寸前。あとは天守のみ。秀頼様の見しびし頂戴し、
太平の世を築くのです。敵将討ち取ったり。さすがだな。押されているか。とりゃととどうぞ援軍を。大筒を破壊し家康の策を潰す。剣さばきだな。もはや勝つ方法は一つよりない。家康の首を我が手で取るまで俺の剣はそんなもんに屈しはしねえ。豊臣は終わりじゃ。逃げるぞ。ここまでか。敵将討ち取ったり。お主の分あやかりたいものだ。さて時勢に逆らうバカどもの相手をしてやるか。わけには。いざ。戦わん。押して参る。もののふとして正々堂々勝負です。何とぞ援軍を。邪魔する人誰であろうと許しません。敵将討ち取ったり。さすがだな。次に会うときは負けません。敵将討ち取ったり。噂通り見事な剣さばきだ。敵将討ち取ったり。お見事でございます。押されているか。俺の剣に敵はないぜ。いざ戦わん。敵将討ち取ったり。噂通り見事な戦争だ。燃え尽きるわけには。秀頼様に敵を近づけるな。
勝負。我が首見事取ってみよう。お見事です。義を愛する我が心は国を許さぬ。敵将討ち取ったり、我らも続くぞ。抜け殻だな金粒。ならば切るか、一切り。俺の剣はまだ人を生かせねえのか。恐れているか。なかなかの豪のものよ。忘れるな、火は決して屈しはしない。これで徳川本陣の守りは薄くなる。敵の猛攻に味方が崩れてきよう。ここで燃え尽きるわけには。全軍総力で撃って出よ。豊臣は滅びる。我らの世など認める。いざ尋常に勝負。押し参る。いざ尋常に勝負。わしと戦おうというのか、バカめ。敵将討ち取ったり。見事な剣さばきだな。敵将討ち取ったり。見事です。敵将討ち取ったり。なかなかの豪のものよ。くまぐれあたりが。敵将討ち取ったり。噂通り見事な剣さばきだな。義をなくした私には三成に合わす顔がない。俺の剣に敵はないぜ。勝負。
くいる言葉が散るとは無念。